はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。ヘッキブログです。今日は定番的な東海エリアのレストランに行きたいと思います。何を食べますか？今日はうどんを食べます。相模に来てます。こちら、相模です。相模は東海エリアで有名なレストラン。うどん、そば。まあ、うどんそば、ね、定食？いろいろやってるレストランです。お待たせしました。バイバイ。お茶取ったら勝手に帰ってったそうだね。今席に着きました。今日はめっちゃ久しぶりに待ってたね。この時間で今8時です。夜ご飯の時間です。めっちゃお腹空いてるから早速メニューを見て注文しましょう。とりあえず2種類のメニューがあって、1個がグランドメニューでパスタとか、パスタじゃない、うどん、うどんとか。和食レストランだからパスタはない。うどんとかそばとか、あの定食はここに入ってるけど、私たちはいつもまずはおつまみメニューでビールを注文しておつまみを食べます。名古屋名物もいくつかあって、でも全国的に人気なおつまみメニューもあります。私は冷やしトマトときゅうりが欲しい。あと名古屋飯の味噌カツ、串カツとか手羽先とかもあります。今まで注文したことないけど手羽先がここで美味しいらしい。注文してみる。きゅうりの一本漬けと、はい、きゅうりの一本漬けがお一つ。冷やしトマトと、冷やしトマトがお一つ。そば味噌焼き、はい、そば味噌焼きがお一つ。プレミアム手羽先の、はい、二本。メニューを見ますか。メインメニューは何にしましょうか。いや、もうたくさんって言っても、もう大体毎日決まってますけど、はい、私は味噌煮込みうどんにするよ。え、俺が味噌煮込みうどん私は味噌煮込みうどん。え、俺味噌煮込みうどんがいいんだけど。いや、私は味噌煮込みうどんがいいんだけど。二人とも味噌煮込みうどんはつまらないでしょ、さすがに。いや、でも私はレナいつもそばじゃん。いや、でも違う、今日は寒いし、雨が降ってるし、味噌煮込みうどんを食べたいよ。え、めっちゃ久しぶりに味噌煮込みうどんを食べたい。じゃあ俺、違うやつにしようかな。またに。まあ、味噌煮込みうどんの何種類かがあって、全部定食にできるオプションがたくさんあります。全国的に味噌煮込みうどんが食べれるのが多分相模だけだと思うよ。次は、まあ、いろんなそばの定食。そうだね、ざるそばからなんかいろんなネギトロそばとか、なめこおろし、天そばで、うどん系のものとかもたくさんあって、あとはご飯系、丼もあって、ちなみにカレーうどんもめちゃくちゃ美味しいです。スペシャルシーズン的な宮崎牛、いつもあるわけじゃないけど、うまそう。ステーキ、すき焼きね、意外となんかいろいろあってメニューが大きい。でも結局は味噌煮込みうどんを注文する。聞きました。じゃあ乾杯。乾杯。私はちなみに今日運転手だからコーラです。ビールいただきます。あ、うま。一口で半分終わっちゃうよ。これなんかちっちゃくね？そうかな。終わっちゃいますねこれ。それはタカの感覚はおかしいよ。いただきます。いつもねキュウリは絶対食べますね。2本食べるときも。そう、2回頼むときある。はいよ。うまっ。あ、はい。でこ。でこ。でこすごいや。何これ。すごいや。トリギーの手羽先の大きさやん。めっちゃ香ばしい匂いする。これね、ペッパーでしょ。ペッパーとカレー。手羽先を食べます。めちゃめちゃ熱いよ。飛ばさないよ。飛ばすよ。安心して。なんか脂身が多い。あんまパリパリじゃないね。うん、なんかプレミアムになってもでかくてもそこまで感動しない。大きいだけって感じない。そうイメージ、うん、飛ばビビってる、ね、飛んだよめっちゃ本当だ。なんか脂が、皮はパリってしてるんだけど中が脂っこいって感じ。
でもこれはなんかめちゃくちゃ美味しい手羽先っていう感じではない。ではない、うん、全くあんまおすすめできないかも。相模で美味しいメニューがいっぱいあるから、うん、あの手羽先を注文する必要もない。うん、はい、タカが注文した見てください、五平餅、ヘラについてる味噌の五平餅じゃなくて、そば味噌、そばをカリカリに揚げてそこに味噌で和えたおつまみですね。ではいただきます。うん、食べて。すっ、味噌味噌してるよ。だからこれもなんかこのエリアにしかないものじゃない。味噌の味濃、本当に名古屋で生まれた人しか受け付けないぐらい濃い。ビールのお友達としては最高。これ食べ始めると意外とハマる。塩分取りすぎでなんか病気になる。味噌煮込みうどんが来ました。土鍋で来ててめっちゃ美味しそう。めちゃめちゃいい匂いするよ。味噌煮込みうどんの美味しいところが麺が固め、あとその味噌の味が濃い、うん、おいしい。ちなみにレナの味噌煮込みうどんに餅を2つと牛もつをトッピングしました。ちょうだい。それ欲しいってこと。欲しい。レナもつ食べないでしょ。食べない。多分いっぱい入ってると思うよ。あとそれシータ。それはあげないよ。それはあげないよ。ちょっ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 ちょ。喧嘩になるよ。いいよ、モツ。ここにモツあるよ。チキンとモツ、どっちがどっちか分かんない。あ、シータケ。いや、もうゲットしないよ。おい。返せ。そう、返せ。スープちょうだい、スープ。お待ちください。あー、うまっ。この味噌煮込みうどんに入ってるモツ、マジでうまい。味噌煮込みうどん食べたことない人いますか。そんな人いる。いますか。いましたら、あの関東も関西も相模があることはさっき調べてたから、うん、相模に行ってここで味噌煮込みうどんを食べてみてください。うまっ。めっちゃおすすめする。ちなみに私が初めて味噌煮込みうどんを食べた時に別にそんなに美味しそう、カレーかと思った。美味しそうじゃないなと思ってた。見た目ね。でもカレーうどん似てるじゃん、あの色は。私も別にカレーうどんのファンじゃない。これはカレーうどんより10倍ぐらい美味しい。何が美味しいってさ、麺が硬いじゃん。それがいいよね。あのコシのある弾力がめちゃめちゃある硬さの麺で。あとはちなみに牛すき鍋にしました。お肉すき焼き、お肉をここにぶち込んで、うん、あ、卵もあるから卵で食べるってことか。すき焼きにしたら1枚がちっちゃくね。ああ可愛くない。白身と分けて欲しかったわ。黄身と白身。大丈夫。大人でしょ。大人だからこそこだわりたい。ほう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 。子供だったら。ほう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 。なんだ。なんですか社長。子供は親の言われたまましか食べれないけど、大人は考えれるよ。見てください。この卵にお肉を。キップ。うまそうですよ。うん、美味しい。すき焼き、普通に美味しいすき焼き。ちょっとタカのやつを食べます。うん、美味しいよ。お肉逆にこのちっちゃく切ってくれて、うん、すごい食べやすくてありがたい。ちなみに味噌煮込みうどんは、うん、うまっ。ん、まあ、うまい。そうだよ、味噌煮込みうどんはうまい、うん、うまいよ。ドイツ人の反応、私の家族とかにも食べさせてあげればどう。あ、そうじゃん。名古屋で有名な山本屋の手作り煮込み込みが売ってるからね。お土産ね。そうそうそう、お土産味噌煮込み。じゃあドイツに持ってくのがいいかもね。ドイツに持ってってお母さんとお父さんに食べさせて反応？どう反応するか食べさせてみますか。そうしよう。食べてくれるかどうかを見てみよう。おー、見て。もちもちじゃん。もちもちもちじゃん。やば。チーズみたいになってるね。失礼します。ラストオーダーの時間ですけど、はい、大丈夫です。え、デザートは？あ、デザートは？
欲しい、欲しいけど。あ、じゃあ、じゃあこのパフェでお願いします。はい、かしこまりました。今言おうとしたけど、デザート食べれるのっていう。いや、もう俺今なんかいっぱいよ。じゃあ、なんで今デザート注文したの？いやいや、社長が欲しいって言ったからでしょ、今。あ、欲しいけど。俺は、ね、出す放題大丈夫かって、俺大丈夫ですって言ったよ。そしたら、私デザート欲しい。でも、デザート欲しい。私はデザートが欲しいけど、私はタカと一緒にデザートを食べたいよっていうこと。きしめんがあるね。締めのきしめありますからね。ね、入れて。これすごいね、一人前のきしめ入ってるよ。ね、すごいじゃない、マジで。だきしめんもさ、すぐに出した方がいいよ。きしめんすぐに出すよ。そうなの、それ最初に言ってくれると。あの、きしめんの特徴は、はい、平べったい、あの、ぬめっとした。そうだよ、なんでかわかる？すぐにできるよ。あ、そうなの？そうだよ、うどんが。あー、そういうこと？平べったくて火が通りやすいってこと？見てください、これ。あ、おいしそう。名古屋のきしめん、皆さん食べたことありますか？きしめん。私はうどん派。もちもちしてて、あ、そう、もちもちするのが特徴で、ね、で、口の中で食べ応えがあって口いっぱいになる感じ。あの、ボリューミーな感じで。もうほっぺに行った方がいい。あ、早く食べた方がいい。美味、うん、しい。はい、じゃあ最後にデザートだよ。わかった。タカはいらないってことだね。私が一人で食べていいってことだね。俺このイチゴだけ食べるわ。いちごチョコパフェって感じだね。いや、いちごいちごパフェだよ。いや、いちごアイスといちごムースといちごソースといちごいちごと。さっぱりいいわ。うん、頑張ってくださいね、これ。お腹いっぱいです。知ってるよ、社長がデザート好きだからね。いや、これもう食べきりましたね、社長。意外と1人で全部食べきりましたね。意外ともう1個食べれるよ。やばいよ。これ美味しかった、めちゃめちゃ。ごちそうさまでした。ごっちゃんです。相模はなんでおすすめするかというと、うん、ここのエリアだけじゃなくて全国的に関西も関東でも相模があって、この味噌煮込みうどんが食べれるので。マジで味噌煮込みうどん抜群にうまいっすよ。なので近くに相模があるかどうかをチェックして食べに行ってみてください。はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。